高齢化社会といわれる中世の中をいかに楽しく過ごすか熟年と呼ばれている人々の頑張りやそれを支えている人々の話題などを半熟年コンビの国吉弘明と玉那覇義秀の「フリー運卓フリートーク」でお送りする「余裕楽人のお時間です。 はい皆さんこんにちは、えー、令和も今日で18日目。 とというふうふなことで先週先々週と令和になって、えー、3回目の放送になりますけど、えー、皆さんどうお過ごしでしょうかまあ,あのいろんな行事ももう終わって連休も終わって、えー、さて、えー、夏に向かってのいろんなお仕事のエンジンがかかりつつある今日この頃だと思います。えー、今日はですね、えー、先週に引き続き続まして、えー 話題の石峰町のポ、えー、ノレールーマーシビ実行委員会のメンバーである実行委員長の玉木さんと相談役の金城さんをゲストにお迎えして、えー、前回の続きとして、えー、お話をいただきたいなと思っております。えー、皆さんこんにちは。ようこそ。はい、こんにちは えー、そうですねあの先週はあのー、まあ石峰町の内,内,内,内立ちっていうんですかねそれから、えー、村重の内容モノレールのへ、えー、の,の導入の在、うん、り方とかっていうふうなことでお話ししたんですけどその中で大きな役割を していたと言われるその北昇会の話が途中で終わりまして今週また詳しくお話したいなえいただきたいなと思っておりますその前にえそうですねこの村足日っていうのはこれまでどちらの方でされていて今回はどこでなさるのかですね。前前回前2回2はですねあのまあ JA の スーー J スーパーの駐車場を借りましてそのまあ一角でやりましたけれども今回はまあ駅前の広場ができますのでそこを利用したいとそういうふうに思っております。それがまあそれをまたこれからの地域の活性化のためのまあ駅ということで我々は考えております。 ああということはあ,のあれですよね、まあ、10月ですからまだまだありますけど私もこうたまに通ることありますけど左右こうまだ工事中で、まあ、10月には、まあ、立派なそ,のそこは何ですかこう広場ですか交通広場と名し<今>でも位置づけておりましてね西側と東側両方に、えー、交通広場がございます。うん、これはもう 那覇市内のその駅では、どこにもない交通広場ですね。素晴らしい施設になります。あ,あ、まあ、そうですね。あの、まあ、空港は別として、まあ、赤嶺からこう来ると。ちょっとした、あの、車寄せ、があったり、したり、ぐらいのところが多いですよね。はい、まあ、そういう中では、両方に、その、広場があるということは、まあ、そういう意味では、イベントにもうってつけな場所かなと思いますね。 じゃあそここでイベントをなさるとということであの先ほど「えー、北昇会とは」という話でいきたいんですけど <laughs> どんなですか北昇会は、はい。あの北昇会とはですねあの私ども北の地で羽ばたくということで平成4年に旗頭石峰町若者の多いところでしてねそこにこう旗頭をこう作ったんですよ。その旗頭の 大畑の旗印印が北上ということでございましたので、その北上という名前で北上会を作っております。うんうん、はい、えっ、ー、とまあその目的は地域を活性化させよう。要するに95パーセントが 四から移り住んできた皆さん方ですのでこれまでそういったみ,みんなが一堂に揃って何かにこう向かっていくということがなかったもんですから今回旗頭を作ってその流れとして北昇会ができましてその北昇会を中心としてみんな集まれと、はいはい、この旗に集まれということでやってきたのが今の北昇会で。 やはりあのまあ先週も話しましたけれども地域の旗振り役ですのでこれまで知らなかった皆さんも一つになってあのやろうというのが今の北昇会ですね。でやはりあの移り住んできた皆さん方はまあ自分の島に戻ればまあ国元に戻ればいろんなあの法然祭だとかそういう村遊びがありますけれども石峰はそういったものがないもんですから。 はい、そういったあの楽しさをまたその石峰に求めようということでこれまでみんなで協力してやってきたのが今の北昇会ですね、まああの。ということであればあ,あれですね一つの町づくりというふうなことですよね。町づくりりの中であのよく言う町づくりには よそ者馬鹿者若者というふうなことがよく言われているんですけど、うん、まあこれだけ2万人余の,この皆さんがいる、まあ、あの人たちがより集まって素晴らしいものができたというふうなことでもう2 5五6年もやってるとやはり一つの何者かがこう出来上がったものでしょうね。はい、まあそれれをこれからどどどどん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  発展してあのまた若い人に、えー、継承していくという部分もあの北この,あの北昇会はですね今それも総務部とか資金増税部とかそれからまた、えー、広報部とかスポレク部とか<ー>いうふうな中でですねはい、はい、組織でまたみんなその協力し合って年間の行事をこなしておりますので。 大変こう活発に自分たちのその年間スケジュールを組んで中でこう協力し合って頑張ってますよ。地域の活性化のためにね、頑張りますね。まあいうそのスポーツ部というのはまああのグラメカルしたそういうグラント部ですね。で後その広報また新聞をね発行してね、それから文化部もあります。文化部はカラオケ祭りをしたりですね。ははいい 大変にでですすねねこれもです、ね、<ー>それから資金増収部は、まあ、自主運営ですからやはり自分たちで資金を調達しなければいけませんのでそういった事業をしたり総務の方でまた面倒を全面的に見たり、えー、公民館のまた、えー、あの会館の記念日公民館祭り辺りではバザーをしたり。 食品を出したりしてこう大変こうみんなで協力し合ってですねということはその大きなイベントだと三小学校に中学ですかそ,うですその中で、まあ、あのもちろん子どもたちの健全育成という意味でのあれもあるかと思うんですがその他例えば首里真守、まあ、というか石すの方にはいろんなあの公的な福祉施設とか、はい、そういうのがございますね。えー そういういいとところとの,そのつながりも大きいでしょうね。あのオリブ山とかそれから海星園とかあの大きな大型の,その福祉施設がございますのでそういった皆さん方も大変協力的でもうありがたいですねそして三小学校の PTA 中学校の二中学の聖小教それからまた地域のボランティア団体。 そして13の自治会、こういった皆さん方も、こ,この行事にいろいろお手伝いして、協力してくれますね。まあ、その中で、福祉関係の、先ほど福祉祭りっていう話が、先ほど先週、これも8月のですね夏休み期間中に、毎年行われますけれども、これも。 もうおお四十回目ぐらいなるんじゃないでしょうかね。うんはい、地域は福島村という名称で今もずっと続いていますね。これにも私ども地域のボランティア団体みんなこう参加して、えー、祭りを盛り上げております。まああそういえばすべてのそのまあすべてというかその大きな街のイベントというかそのまちづくりのための動きとしては紹介さん。 不可欠な団体ですねただねあの自治会の,です、ね、あの皆さん方のこう邪魔にならないようにまた自治会の皆さん方に負担かけないように私どもは1丁目から4丁目までの全石峰地域のボランティアと行事と事業ということでこう取り組んでおりますのでできるだけもう自治会の皆さん方には負担かけないようにこう頑張っております。 まああのよく言われるんですけど近年自治会への加入率が非常に低くなっている悪くなっているという中である意味ではそこをカバーできるようなそれからサポートできるような団体でしょうねそう,いう,で,はねそうですね、はい、あのできるだけですねあの自治会の皆さん方はそれぞれの自治会の行事が年間行事ございます。 そしてまた地域の自分たちの自治会員の皆さん方の福祉向上が目的でございますのでやはりそれに負担かけないようなやり方協力依頼等についてもあのいかがでございますかという打診をして自治会長さん方の自主的なその協力をお願いしているというのが現実でございます当然今あの13自治会という,う話が出たんですけど。 本当に新しい自治会から。古い、まあ、ね、はい、自治会まであられるかと思うんですけど。その、その中で。どうなんですか、自治会同士の交流とかっていうのも。まあ、そ、そういうのがあるからこそ、村支部も。うまくいくんじゃないかなと思ってるんです。実際としては、どんなもんなんですか。そうですね。この、私どものこの自治会というのは、ね、今十三自治会地域にあるんですが。本来、私どもが。 小さい頃また、えー、その自治会に加入している頃は19の自治会しかないんですよ首里は十九のあざに十九の自治会というのが私どもの青年時代の時の状況ですが今は39の自治会が首里にはございますそれもやはり新しい新興住宅ができてその地域の福祉向上を目指して地域の皆さん方が立ち上がっているんですね。 で石峰町も1つの自治体自治区だったんですがこれが今13も自治会があるということは大変こう喜ばしいことじゃないかなというふうに思いますまあただ気迫になりがちでございますのでやはりそういったところはしっかりとお互い地域のものがあの目配り気配りしないといけないなというふうに思っております。 あのそういう意味ではあのそういうふうにサポートされるところがあるしあの非常に自治会の発展にも寄与しているかと思うんですけどその中でよくあ,のある地域ではよそから入ってきて自治会に入れてくれていいえだめですというのも あるという現実がありますよね。そういうところはもう石見にはもないですね。ねはい、ね。あの石見ではですね、もうどうぞどうぞ一緒にやりましょうと。うんうん、まずはその遊び心で、えー、地域の皆さんが人のこう心を掴む。まずお互いチームジュリー、ルシジュリー、チームジュリーという言葉がございます通りですね。うんうん、友達になって心が通い合えば。 協力体制も大変こうやりやすいというのが私どものモットーでございますので、えー、地域の皆さん方には大いにこう参加していただきたいなというふうに思っております。そういう意味ではあれですね。ねは村足病はもう不可欠な一つの道具です、ね、そうですねそうですねねそう第3回目もぜひですねこれもシェイクをさせて地域の親睦を図るそして地域の生活環境を守るそして青少年の健全育成 引いては子どもたちの学力向上へということであの今回の第3回目の石見村足見もですね是非もこれも大成功させたいというふうに思っております。まああの2回3回というその段階を踏んでこう来て3回目にというふうなこともあるんでしょうけど1回2回っていうのはそれ相応の苦労もあったんじゃないでしょうかはい。あのそれででもわりかしですね あの私もこれでたいあれでたいと洋風なことがあります。玉木さんあれですよね。ええー、いっぱいございますよね。はい、あの <laughs> ボリュームがあってね。どんなのがございましたっけね。そうですね。もう流部から洋風我々が想像日部,、ね、日部はありますし、想像してないようなあのジャンルの奇学演奏もございますはい。そういったのがありまして、ああんと。 あのそういった面では不自由しないなと、うんはいと、ね、一番不自由するのが資金造成でこれ <laughs> またない <laughs> な、ねはい、町内に企業がありますので、うん、その皆さん方お願いしたら快くですねあ協力していただいてでやはりあれですよね地域の,そのお分からない埋もれたその文化人というんですか芸術家というんですか、うんはい、こういったものの掘り起こしにも 役立っているんじゃないかなと思いますけどね。ねあ、こういうことができるんだ。あ、こういうこともやってくれているんだという風うなね。そういったのが、知らなかったのが分かる。大変こう、素晴らしいことじゃないかなと思うんですよど、ね。それはもう大いにありますね。はい、やはり2万人もいると。もういろんな、あの、人材が、おりますので、そういった面ではですね、あ、もう大変やはり大きいことはいいことだなというのは、まあ、ま、うん。あ あとってもありがたく思っておりますしまたそれを企画するのは大変だけれどもでもやはりそういったあの新しい発見があるとまたねあの少し余興が出し物が少ないなと思う時にはあの石峰公民館の利用団体にお願いするともう向こうでもう40ぐらいの利用団体の皆さんが毎日こうあの講座に励んでいらっしゃるからそういう皆さん方がまた 参加してくれる我々も出たいというのがございますので,です、はい、我々としてはできるだけ屋外ステージだもんだからどうもこう屋外にあの合うような出し物催し物でないとちょっとねあのしぼんじゃうのでそう明るい、ねはい、話題性のあるやつをとうように思ってますからね過去2回ではそういうあれはちょっと感じましたね。はい、やはり屋屋内向けと屋外向けけと外の ジャンルのの出し物というのがやはりまあメインとなるのは「旗頭」と石峰の一部にまあ残っておりましたイーサーが今はもう石峰町の伝統映像ということで今位置づけておりますのでそういった面からするとそれをその2つを中心としてもう二大双璧ですよね。そうですねあの,ねあの 今ほら那覇市の教育委員会が進めている旗頭フェスティバルそれに出るために三小学校二中学あるその私どもの地域の学校がみんなが旗頭あの準備して、ま、持っているのでこういった皆さん方の参加などもね、はい、あ,のあるしそれからまた近隣のそのーシェーネンの旗頭の応援も出たいということもあるし。 それから2回目の時でしたでしょうか地域にあるボクシングジムのシェイトが、えー、その屋外ステージでこうどんどんこうスパーリングするのを見てねもう生で見れるそのボクシングの,その醍醐味っていうんですかこういったのも見れましたし、まあ、今回いろんなものがまだまだいっぱい出てくると思いますね。そうでですねやはりりこれから取り組んんいろんなこの募集をかけると、うん いろんなまたジャンルの我々の頭にないようなジャンルの出し物が出てくるんじゃないかなと、はい、それが一つのの舞台発表の楽しみですひいてはね、はい、こういったことが地域のその親睦につながりそしてまたお互いを知る機会に作ってくれることが地域の活性化そして明るい街、はい、石峰町になるんじゃないかなというふうに私どもは自負していますけどね。 あのまあ、そういう参加の皆さんっていうのはもちろんあの素人さんっていうのかなそういう人たちだと思うんですけどそれが高じてプロになったとかセミプロとかっていう方も、ね、これから出るかもしれないらい,、はい、あいらっしゃるんですかあやはり,やっぱり好,き好きな人がいらっしゃってあの、まあ、これはちょっと話が違うんですが。 名がまだそのあれだったらこの「村重」から出たかもしれませんね、うん、そういう意味では本当にあの地域にはですねまた父バンドというのがあるんですよお父さんバンドなんですが、うん、今ではもう「じバンド」になっていますけれども <laughs> ど、ね、これもですねもう地域の活性化のためにですねもう、えー、各種催し物には自主的に参加して大変こう地域の活性化に盛り上げ、はいえー、してもらっております。 あのこれまあ皆さん聞いて分かるかと思いますけど七番の という意味は、何か引っ掛けての。そうですよね。ええ、そ,うよそういうこと、ね。お父さん。ああお父さんバンドと。父ね、ファザーね。父、父のバンドでございます。ファザーがブロザーですか。そう,そうそうそう。まあ、そんな、あの、ゲイタ社の人たちの多い、その、石嶺地区だと思いますね。はいえー、逆に、えー、その、それを。こういうイベントを見て、あ、われもやりたいなという人たちも。中にはね、いらっしゃるかもしれませんし。あの。 シャタ二十四日の新聞の中にはあの駅が開設するところ浦添あたりではあこんなのもあったのかみたいな記事が載っていたし、うん、まあそういう意味ではあの石船が一つも二つもこう、うん、先に出てるような気がしますねはいまあそういう意味ではまあモノレールが一つのあのキーワードになるかもしれませんけど、ねはい、そ,うそうなんですよあのやはりね、うん、ハード面の整備がね進まないことには あの地域の発展というのは、活性化というのはないと思うんですね。以前にですね、あの那覇市の市長さんがですね、こんなこと言ったことがございました。石嶺は宝石に例えて、磨かざる原石というふうに表現してくれました。はい、確かにそうなんですよ。福祉の村と言われながらも、車椅子も通れないこの道路なんですかということで、地域がですね、皆さん、このあの行政の方に陳情したこともあるんですね。そういったことの中から。 今回は今福祉センター線も開き,開きましたし、その先のまたトンネル裏沿いに通ずるトンネルもやがて開通いたします。うん、そしてモノレールの延長と同時にまた Y2 になっていました京都駅までの道路もですね改造します。ですからこれからですねまだまだ人の出入り交流がうんとなると良くなると思うんですよ。そういう中で石神の発展は、えー、これから。 我々地域のものがしっかりとその親睦を図りながら自治のしっかりしたその組織でこれからも地域の活性化に頑張っていきたいですね。うんあのまあ、沿線沿いがどん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 こう日に変わっていく日々に変わっていくという様子を見ると本当にあの完成したまあ駅ができたということで でその通りがいろいろ活性化していくっていうのもこう見るのも非常に楽しみですね。これから街がどう変わっていく大きな改革っていうのが今石村は本当にもうあの戦災一休のチャンスというんですかね。そう,はい、そうですよ、本当に。れね、これまでまマコ扱いされてきたんじゃないかなというふうに思われるぐらいですね。開発がすごく遅れていた。これが今回ですね、もう大きな道路があの空きましたし、また今も上東上北線が えー、駅へのアクセス道路として開きますし、えー、ますますいいところになりますよ、うん、石見は。わかりました。あのまあそういう意味ではあのこれからあいろんな企画も含めてあのまあ村あしのその、はい、何があ参集すると思いますけど、はい、ぜひお二人あの、はい、頑張っていただきましてですねあの10月のい の開でえええというふうなことではありますけど、駅は、うん、まあ祭りが日にちはまだ決定はしてないですね。はいま、決定じゃないですね。これはまあのあのやはりまあ駅駅との,の状況、ね、そうです。これも工事との問題もありますし、うんうん、またやはり屋外でやりますので、天候との問題、そして地域の学校との学校行事との。 関係ね兼ね合いですそういったものもありますしまあ一番は那覇市の最後の駅ですので最終駅那覇市ではもう最終駅ですので、まあ、それをまあ石峰町民がとってもやはりこの喜びですね駅ができたそして地域の町の石峰町の町の景観が大いに変わってくると思うんですよ。はい、そういった面からするとその喜びをいかに表すかと。 いうのが今回の新民村杉のポイントですね えー、はい、えー、リスナーの皆さん、えー、二週にわたってですね。まあ、今、話題になっております。石峰地区のいろんなその駅にまつわる行事等のご紹介をしました。ぜひ、あの十月に入りますと、そこでお祭りがあると思います。まあ、あのいろんな広報の中でも出てくるかと思いますけど、その際は、もう、ぜひ、石峰以外の方もね、見に来ていただいて。 あの楽しんでいただきたいなと思いますし、まあ今日ゲストにお目になったお二人もこれからまたあの楽しいあの村師日作りに一つまたあの頑張っていただきたいなと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。したよろしくお願いします。来週も土曜日のこの時間また言いちゃうがなびら。 See you next week again.